名取市サイクルスポーツセンターは、宮城県名取市ゆりあげ浜にあった、スポーツ施設及び天才県後の施設。旧称は、宮城サイクルスポーツセンター。サイクリングロードは一周4キロメートル。宮城県名取市ゆりあげあざ東スカニの位置にあった。東北地方で行われていた自転車ロードレースを主催していた、河北新報社の呼びかけに対して、 車両競技公益資金記念財団と日本自転車振興会が協力、名取市が誘致に手を挙げて1975年3月に完成した。最盛期の1982年度には54,500人が利用した。2002年に運営していた財団法人が解散、その後名取市が運営を引き継ぎ、平成19年度より名取スポーツパーク企画が 指定管理者であった。宿泊施設、レストラン、ゆりあげ海浜プールなどを備えていたが、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震では、センター2階まで津波が押し寄せるなど、壊滅的な被害を受け営業を休止。平成24年度に廃止されて、施設はすべて取り壊された。宮城県名取市ゆりあげあざ東スカニの20にある、施設。移転。 再建に向けて2014年春、コースの土工復旧工事が完了。2016年より建物の復旧工事が開始。令和2年10月3日、移転、再建され再オープンした。サイクリングロードの他に、各種運動施設や宿泊施設を併設した。総事業費は25億8千万円。敷地面積は約3万5 6六百平方メートルとなった。 管理、運営は、セントラルスポーツハチホテル、左官共同企業体が行う、施設、ありがとうございます。